はい、ゆうチャンネルです。今回は、アイカツキラキラシールブックミラクルを紹介します。こちらの、ちっちゃい手のひらサイズのシールブックですね。裏面はこんな感じ。そして第1弾から第2弾、第3弾、そしてアニメ版のシールブックも出てるんですね。今回これ、ミラクルですね。ミラクル、こちらの商品で初めてシールブックというものを知りました。どんな商品なんですかね。全部キラキラ500枚。シールがいっぱい入ってるんですかね。開けたいと思います。初めて開けるんで、どんな商品なんですかね。ちょっとビニールを取って、よいしょ。おー、こんな感じ。開けます。お、よいしょ、硬い。ああ、もういきなり全部シールなんですね、本当に。いちごとセーラちゃんとか。ああ、パートナーズカップのペアですね、それぞれ。おお、すごい、全部光ってます。ああ、ここも全部ペアですね。さくらちゃん一人ですけど。と、ダブルーム。ああ、これとか、かっこいいですね。キャンペーンカードのやつとか、みくるちゃんとか。あと、これは、裏に書いてあったこれですね。人形に貼れるシール。あ、全部キラキラホロシールって書いてありますね。これはすごい。洋服のシールが何個かあって、あ、カードですね。ちっちゃくなってますけど、今までのアイカツカードがシールになってます。あ、これはすごいですね。他のシールブックも見たくなりました。で、カードがちっちゃくなったのがいっぱいあって、あと、ここにさっきの洋服のシールを貼るんですね。また、遊べるシールブックって面白いですね。あ、永遠の灯火のステージじゃないですか、これは。明日ですからね、星座プレミアム。こちらポップ。あ、面白いですね。まあ、洋服のシールで、こう、ペタペタっとここに貼って遊べるし、こっちのシールは、自分のアイカツのバインダーとかに貼ってもいいと思います。結構シール本当にいっぱいありますね。500枚って書いてありましたから。このカードもすごい細かいですね。自分のお気に入りのカードが入ってると思います。こんな感じの商品です。これだと他のシールブックとか、このアイカツキラキラシールブック、このアニメのバージョンも気になります。アニメの絵柄のシールなんですかね。そちらも見つけたらまたレビューしたいと思います。今回はアイカツのキラキラシールブックミラクルを紹介しました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。